ラギジョンですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はねマルチやっていきたいと思います。なんですけどね、もう見てください、このトロフィー。もうね、やばいんですよ。今でさえね、結構上がってきたんですけどね、もう俺7000ぐらいまで落ちて、今シーズン7500ぐらいまで行っててね。そう、今でもね、もうグロー、ほんと10位とか20位とか、まあそんなレベルなんですけど、そう、結構行ってたんですけど、まあそっから500ぐらい落ちてね、もうドブ沼、ドブ沼なんです。ってことでね、やっていきたいと思います。今日やっていくのはこちらのデッキですね。焼き鳥がね、7500人到達していたデッキでやっていきたいと思います。まあこれはね、まあ焼き鳥さんが、まあ強いとおっしゃっていたのでね、まあ、本当かな焼き鳥くんと、いうことでねやっていきたいと思います。さあさあさあ、よろしくよろしくと、よろしくと。さあさあさあ、無菌法お、新しいですね。ちょっと韓国州が、韓国州とか言うのはよくないですね。韓国っぽい方な気がしますね。はい、って感じなんですけどね、とりあえずローリバーバーを流していき、ザップでメガゴー。ってことはね、ラバルかな？ラバルっぽい顔してますね。見れば見るほどラバルに見えてきましたね、この人。さあ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 。さあ、とりあえずね、ここはインズラーを出していって、で、だけど俺はね、今、対抗2枚切って、で、しかもベビーを割いたということで、相手はおそらくここ、後ろに1回、メガゴーだから、サンガオかな？サンガオかスケドラを出してくると思うんですよ。はい、そうなんですね。さあ、なんで、こう1回カバーしてあげて、よいしょ。はい。まあ一回トルネしてあげてね。で、こう。さあまあベビーが来るでしょうと。ベビーじゃねえ。間違えた。さあさあさあ。まあただね、これ仕方ないんですね。一回こっちに、スケドラをね、やば！まあでもね、はい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 。でもこれはでもね、ボーラーをここに出してあげて、タワーの横っちょくらいに出してあげると、ブラブラブンってなるんですよ。全部に当たる。さあ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 。二発目が全部当たんない。全然当たんないですね、この位置。やめた方がいいです、皆さん。気をつけてください。さあさあさあ、こっからがメガゴなんで、インズラ足しちゃおうかな、俺。で、相手がその次に墓石がある、おそらく。なんで、はい、そうですね。墓石があって、で、その後にスケドラがあるんで、まあ、これ、ケツラバ展開でしょう。なんで、一旦ケツラバされる前に、スケドラを切らしたいですね、俺は。なんで、バルーンをぶん投げていきます。で、ここはスケドラワンチャンすぐ出てきても、多分一発殴ると思うんで、無視かな？うん、ですね。で、相手も多分左にラバルの形を作ってきて、無視するのかなっていう感じはするので、まあ、右側にランバージャック流していき、ここはね、おられんのしょうがないんですよ、俺は。そうなんで、いや、でもね、一回守るか。ここキングに流して守りたいと思いますね。さあ、右ね、ここね、俺、なんかババとか、ここら辺、あ、ちょ、待って、でも、待てよ。いや、待って、一回待とう、一回待とう。さあ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 、一回待ちから入って、おー、なるほど。まあ、相手もやることがないですね、俺が待ちから入ったんで。なんで多分こんな5を打ってきたんだと思うんですけど、さあ、でかい。ここ、インズラーが残っているので、ここね、ベビーが残っている間に、速攻バルーン飛ばしちゃいましょうか。そう、理由はね、今、スケドラなんですよ、相手は。そうなんで、いやー、メガゴ回ったか。インドラ出していって、さあ、なるほど。ここは、まあ、真ん中ボーラー行っていいかな。まあ、馬場があるんですけど、囲んでくるでしょう。お、ファイボ！なるほど。深いですね、それは。深くていい話ですね。さあさあさあ、これは一回左側流していって、いや、スケドラが出てくる。なんですけど、ここにね、ベビードーラーを配置して、こう、インズーラーしていって、こう、ザップが来る。ですね。なんで、トルネード下げていって、ただ結構痛いダメージ。結構痛いダメージなんですけど、相手はこっちにインドラを切らせることによって、あれですね。メガゴーだけでバルーンを守ろうという。ただ、ここ行っていいっすね。ワンチャン5が来るかな？来ない。さあ、これは爆破。一発すら入っちまえば、抜いて！ぬーん！バルーン！さあ、ありがとうございます。ちょっと危なかったですね。最初俺あそこを多分キング起動して両サイ残すべきでしたね。両サイ残すために右側にボーラー攻められると思って1-0勝つプランでね、右側ボーラー出してスケドラとか受けてたんですけど、なんか微妙な結構微妙な感じになっちゃったんで、そうですね、もうちょっとバランスよくね守ればよかったかなと思いますね。ただ今ね俺トロが低いんでね、速攻でマッチングすると思うんで、いつもこうマッチング時間でこうやってやってたんですけどね、する必要もなさそうです。ありましたね。はい、ってことでね、おっとっとっと、カッスイカッス、
ウカシさんですね、これは。さあ、ただこの方はそうですね、うわやばい、デンジャーですね、デンジャー。さあ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 、オーケーオーケー、とりあえずやっていって、でメガナイトカスだったんですよ。で前にね、バチボコに俺がちょっと何使ってたか覚えてねえな、何使ってたか覚えてないんですけど、バチボコに煽られたんですよ。そうバチボコに煽られて、で俺がさっき買って、そうバチボコに煽って3戦目といったところで、ね、因縁の対決ですね。これはフリーズしていきましょう。絶対にこれでもザップ打ってくるかな、ワンチャン。あ、打ってきた。でも美味しいですね、これは。レイジーが落ちるんで、でも相手、あれですね。ワンチャンここ、まあ、ドラ行ってもいいかったかな。まあいいや。うん、空2枚切ったんで、まあ、ここベイビーとかでもしここでつけて切ったら、あ、でもインドラ回っちまうか。でもザップか。そっか。これ1回言われる。1枚スケバレからのインドラとか。あ、インドラ回ってた。あ、ダメだ。ごめんなさい、ほんとに。もうね。チンチンでしたね、これ。手札ハークが。頼むから始まりがないと来ないで。オッケーオッケーオッケー。完璧完璧。それはいい、それはいい。よいしょ。これ後ろに流してあげて。よいしょ。さあ、いいよ。いい受け、いい受け。いや、受けがない。よし、エリがない、エリがない。エリちゃんですね、エリちゃん。そしたら、これはね、なんかザップ来そうな気配がする。あ、よし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 、完璧。さあ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 、ザップ今のでね、ベビが死んじゃってたら、インドラが半分ぐらい残ってからのね、ギャング、後ろから迫り来るギャングにね、結局トルネを打つことが、しなきゃいけなかったんで、まあよかったんじゃないかな。そうそうそう。これフリーズかな、ワンチャンディガー来たら。来ないっすね。じゃあベビーでいいや。ここにインド咲かせられればちょっと美味しいっすけど、これをメガナイトとかで受けてきたらめんどいっすね。メガナイトで受けてからのインドラ追加からのコウモリみたいな感じで来るとちょっとだるいが、おっと。いいよ。カッシーちゃんいいよ。さあ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 、ここね。いやただね、俺もちょっと難しいんですよね、これ。まあ、ただ、後ろから入るしかない。で、相手は始まりにメガナイト出すしかないので。まあ、ここでお互いのね、こう、防衛スキルをね、スキルしていく感じですね。さあ、ただ、相手はしてこなかったので、よいしょ。まあ、キングキドですね、ここは。トリマキングキドアンパイと。いったところで、よいしょ。ワンチャンザップかな？あー、やべ、これはやばい。今インドラが入っちゃったんでね、やばかったっすね。いや、これでインドラ回ってんのか。いや、ちょっとまずいな、これ。ただザップを切ったんで、ここは端前目がないと。じゃあこれして、さあインドラを潰していきます。いや、ただ襟巻きしてんな、ちょっと。いや、怪しい怪しい怪しい。これ逆サイ振ってくるのめんどくさいですね、ちょっと。ただ俺は逆サイはこれだけで押さえてあげて、そろそろバルーンフリーズ行きたいんですけどね。なかなか相手がこう、なんかそこそこの攻めを繰り返してくるんですよ。それがね、結構しんどいですね、やっぱり。これボーラーだな。よいしょ。いや、そろそろ行けそうな。3倍タイム入んねえな、全然でも。まあ、ここランバー1回追加して、でこれで多分メガナイトで竹取ってからのコウモリとかがね、来ると思うんですね。来なかったですね。さあさあさあ。これ一回行って良さそうですね。これタルババだけで抑えれるんで。ああ！いやー、マジかー。あー、やられちまいました。なるほどね。いや、あれな、インドラ無限インドラされちまうんすよね。でコウモリでね、俺としてはケツボーラーぐらいから形を作ってタルババ温存した状態でケツボーラーして、片方サイドにボーラーランバーインドラぐらいを固めて、でその後にね、後ろからベビ追加してトルネでパキンぐらいがねして、で相手のユニット全部潰してからバルーンとか行きたいんですよ。で片方サイドだとね、それができるんですけど、相手がね、ちょっと上手かったっすね。でもさすがに。やっぱ煽るだけのことがあって。とりあえずここね、でもタルババ行くかな、迷うな。行きます。さあさあさあ。これで、
タクヤさん、俺名前で大体ね出来上がるんですよ。この方はタルババを使っている、で待っているということは、遅延スキャラですね。はい、わかりました。もう遅延スキャラで、しかもババ小屋とかっていうっぽい顔しているっすね。まあ、なんで俺はね待ちたいと思います。やっぱタクヤさんといえばババ小屋の遅延スキャラ、ババ小屋の遅延スキャラといえばタクヤといったところでね。さあ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 、とりあえずねこれね難しいんですよね。でもねやっぱこういうウルトラ系のカードがぶっ詰めしてるっていうか、ボーラーとか、まあ、4コツとか5コツですねがいっぱい入ってるデッキっていうのは基本的にこう街から行った方がいい。まあ遅延スキャラとか、まあアイスウィズナイト以外は結構こうね、あの4コツとかベビードラゴンしかなかった4コツまあスキャラもね5コツなんで、まあまあそういう感じですよ。そういう感じ、まあトルネが入ってるデッキですね。トルネが入ってるデッキとかは、まあ、基本的にね、結構待っていくのかなと思うんですけど、まあ、俺2倍タイム入ったら、まあ、うちのタクヤがね、多分なんですけど、まあ、ラバとかじゃないと思うんですよ。タルババ入ってるってことは、今タルババ入ってるラバが2位ので、まあ、遅延スキャラでしょうと。そう。まあ、タクヤ的観測からするに遅延スキャラでしょうという感じなんで、まあ、僕からしたらここね、まあ、インドから流してあげて、で、ババ小屋とか入ってきて、ケツボーラーからして、美味しくいただくっていう展開がいいですね。まあ、このデッキね、バルーンなんですけどね、遅延にそんな弱くないんですよね。そう。さあ、とりあえずインド流していきます。もしラバ来ても2周目回るんですけど、まあ、多分ラバじゃない。そうですね。さあさあさあ、俺のタクヤ的観測が間違ってなかったということですね。まあ、相手は多分、おっと、ポイズン切ってくるってことは、ワンチャンボムタワー説がありますね、これ。ワンチャンボムタワー説。ボムタワーだとね、先に切るとめっちゃ渋いので、結構ガン待ちから入るプレイヤーもいるんですよ。そうそうそう。なんで、ただここは相手ポイズン切った後のスケラー。いや、結構これ決まったんじゃね？決まったんじゃねこれって感じなんですけど。さあ、ここね、端前ボーラー足していって、トルネね、ぶっかけ集めていきます。さあ、こただ、ボーラーの、よいしょ。さあさあさあ、インズラー、インズラー。え、全然、全然だ。全然、全、全だ。ベビドラ、インドを高めに置いて、よいしょ。さあ、いや、フリーズとか入ってないよな、さすがに。オッケーオッケーオッケー。ちょ、手札回し、アンドね、アンド、ここら辺のユニットを潰してくれ、頼むっていうね、祈りのフリーズですね。さあ、いい祈り、いい祈りでしたね。さあ、ボーラー出していく。あそこでボムタワーじゃなかったんですかね。ってことは、ババ小屋なのかな、ババ小屋なのかな。ライキン・ジョーンズ的考察からするに、これババ小屋っぽいですね。俺の命の考察からするに、これババ小屋っぽいんですけど。さあ、ここね、トルネからの。よいしょ。潰していきの、まあ、しまいポイズン来んのかな、これで。来ない。来ないね。さあ、インズラーがいるんで、さあ、なるほど。ここはでも相手はさあインズラ出して、これレイジが落ちるんですよね。これが強い、2周目ランバーのね、これが強いんですよね。さあレイジ落ちていき、よいしょと。さあ固めて固めて固めていく。さあ俺はボーラーでね、もうダメージを稼ぐという気持ちでいっぱい。さあさあさあ、おっと逆サイ来る。さあ来るが、結局はベビースキャラが来る顔をしてる気がするっすね。はい、なんでランバーを出して自陣に入れないようにしてからのインズラーで、芝居って言ってからのタルチャムでね。さあさあいいよ。相手はペーズンがいるんで、さあさあさあ。まあ、これボーラー出していって、ランバー出していって、まあ、ポイズン切ったんでね。で、こうインズラー出して、チュネ。これアイスイズ来るんで、オッケー。来た来た来た、うおーって感じでね。で、トルネの真似をしてあげて、さあここでね、はい、やっと満おじですね。満おじしてのバルーン登場と。はいはいはい、バルーンが来ましたと。さあいいよ。大体これスキャラ打てないはずなんで、よいしょ。さあ知恵にもかつバカ入る、入らないけど、ジズイエーワルプレイドって感じでね。バルーンはあんまり飛ばさないであげる、でやってあげると、なんか遅延相手のなんかね、そういういろいろボムタワーとか出してなかったじゃないですか。あれ絶対バルーン用に残してたんですけど、あ、腐るんですよね。そうだからユニットぶっ固めて、ロケとか、まあ、ライトとかの相手にはこうあんま固めないんですけど、まあ、ファイボーにもまあもうちょい散らしてもいいかもしれないですけど、
基本的にね、こうトルネ持ちの相手に対してはバルーンを出さずにユニットガン固めで、ユニットは守りきれんでトルネ来たら最後にバルーンバチコーンみたいな、まあ、言うてね、最後もちょっとやっぱあそこまで行っちまうと、バルーン、トルネ持ちの相手に対してバルーンフリーズまで行っちゃうと、やっぱ結局ね、後出しボムタワー、後出しトルネで守られちゃうんですよ。そうなんで、まあそういうところもね、ちゃんと守っていきながらやるとね、いいんじゃまいか。いいんじゃまいかという感じですね。さあ、来た。さあ、アレクサンダーといったところですね。さあ、この俺がどっちがね、本物のアレクサンダーかをね、分からしてやろうかなと。俺はこれ勝って、ね、名前をね、ライキ・ジョーンズ・アレクサンダーにね、変えてやろうかなと思ってます。もう、ライキ・ジョーンズの方が、あ、ちょ、待って、なしっすね、今。アレクサンダー界の、さあ、プリンスに対してね、ボーラーを割いていきます。さあ、とりあえず、ここでね、タルババで勢いをね、ぶっ殺してあげて、さあ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 、さあ、まあプリンスバルーン、はあプリンスバルーンですかーってね、キッスさんもびっくりしながらね、声を上げてると思うんですけど、さあここね一旦取るねと。おお、矢の飴を読んできたのかな、わかんない、矢の飴を読んできたじゃない、ガゴムレを読んできた、今日ダメかもしれないですね俺今日。さあ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 、ガゴムレを読んできたのかもしれませんが、さあここねプリンスに対して7コスを割いて、バルーンに対して3コスなんで、俺がまあ普通にトントンで矢の飴分ちょっとアド取ったんじゃねえのかなと。あー、それはね、アレクサンダー界の王だわ。こいつアレクサンダー界の王です。間違いね、間違えない、間違えないんですけど、これアレクサンダー界の王です。さあ、とりあえず相手、ん、待ってよ、待って待って待って、プリンス、なるほど、まあまあまあ、でも別に俺、あ、別に俺全然これ痛くねえしって感じなんで、これをね一応ザップとか打たれた時用に、どれで打っちゃおうかなって思ったんですけどね。まあ、細かいのなさそうな顔してるんで、さあとりあえずこうインズラーとランベジャー、マジか、こうフリーズして、めちゃくちゃフリーズして、さあ一発もらって、さあしかもこのエレキも一発もらうと、まあちょっとキビキビな展開ではあるんですけど、相手がまあフリーズとかなさそうなんで、まあとりあえず俺ケツボーラーから、相手がケツプリンスから展開してくれたらちょっと美味しい、ケツプリンスから展開して、しかも端前にインズラーとか出してくれたら美味しい。さあ来ないですね。いや、このね、ユニット固めらんないのが、プリンス単体で来るのがうざい。おー、メガニート。メガニートですか。はぁ、メガニートですかーってね、キッスさんもびっくりしてる頃かと思いますね。さあさあ、とりあえずここ、インズラー出していって。謎取るね。ちょっと謎取るんだったかもしれない、今。さあ、ただ、これは、いいよ。これいい。しかも、こいつに、タルババ当たれ。当たれ当たれ。しかもボーラーのノックバックが当たって、当たって、タルババタルババ倒せ倒せ倒せ、きつーん、はっ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 、きた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 、オッケーオッケーオッケー、よし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 、ハンハン、俺のこのバルーン使い、焼き鳥もね、これいつもこうバルーン取った時、今俺みたいにね、ハンハン言ってたんですけど、やっぱりこうハンハン言ってあげることによってね、あのバルーンが通りやすくなるのかもしんないですね。よいしょ。さあさあさあ、グッドゲームということで、相手をね、敷地内をね、さらちにしてやりましたと。さあ、いったところでグッドゲームですね。さあ、グッドゲーム、押しておきましょうか、ドヤ顔でね。さあ、そんなところでね、まあ今日の動画は、まあこんな感じで終わるんですけれども、まあね、俺、トロ上げね、頑張って、まあ今ね、300、これでも300沼ぐらいなんですけど、ちょっとね、もうちょっと上げてからね、また、世界一目指してね、動画をね、出していきたいと思います。ということでね、今日この辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。